お前、キャスカとは一体どうなってんの？ああ、なんだそりゃ。二人が崖から落ちた一件以来、ずいぶん親密な仲になったみたいじゃないの？まあ、あいつとはいろいろあったからな。なんだよその目は。高野団の古株なら誰でも知ってることだろう。あいつはグリフィスが。キャスカはグリフィスとは一緒になれない、多分。え？グリフィスは何一つ持たないところから大将軍の座に上り詰めた。でもあいつは止まらない。あいつの求めるもの、到達点はただ一つだからな。いくら大将軍といっても所詮は軍人さ。それ以上のものではありえない。切り札が必要なんだ。何か最後の一押しをする。お姫様さ、シャルロット姫をいただいちまうのがグリフィスにとって野望を叶える一番の近道、そしてただ一つの方法だ。グリフィスは今や天下の白鳳将軍、旧国の英雄だ。決してシャルロット様と比べたって見劣りしたりはしない。偶然にもシャルロット様に次ぐ第二王位継承者のユリウス将軍とその息子のアドニス様は今は亡き者だし。ガッツ、お前。いや、まあいっか。ガッツ、このことはみんなに口外しないでくれ。あいつらを信頼してないわけじゃない。高野団は運命共同体だからな。だがあいつらには俺の薄汚い部分はあまり見せたくない。あいつらには登っていく感覚だけでいい。ガサツなお前には付き合ってもらうぜ、とことん。お前どう思ってんだ、キャスカのこと。抱きたいとか思ったことないの？俺はあいつはいい女さ。戦場で背中を任せられる女なんてそうはいない。でもあいつは俺にとって女というより戦友なんだ。だから、いや違う、あいつが見つめているのはグリフィスだから。だから今は今の俺じゃダメなんだ。そっか、お前なら結構脈あると見てたんだけどな。やるっきゃねえよな。出て行くのか？ああ。鷹の団も抜けるつもりなのか？すまねえ。すまないじゃわかんないよ。鷹の団はガッツにとっても家族同然のはずじゃないか。やめとけリッケルト。大の男が決めたことだ。黙って行かせてやろう。世話になったな。グリフィス、あの時言ったはずだ。お前は俺のものだとな。俺はこれでお前を勝ち取った。お前の戦場もお前の死も全て俺のものだ。
俺の手の中から出ていきたいというなら、あの時と同じ剣で自分をもぎ取っていけ。笑ってじゃあなってわけにはいかねえのか。マジらしいな。待ってよ、二人とも本気なの？仲間同士で切り合うつもり？どいてるキャスカ、邪魔すんじゃねえ。切り合いで始まり、切り合いで終わる。それもいい。俺にしてみりゃ上出来だ。お前にとって俺は血を流すくらいの価値はまだあるってことだもんな。引きたいのか？そんなに俺の手の中から出ていきたいのか？ダメだ、ダメだ、許さない、引かせない。ガッツは強いだけど、グリフィスならきっとあいつを止められる。嘘。そして何もかもまた今まで通りに。私は望んでいる、いてほしいと。あいつにいてほしいと望んでいる。まるで敵でも見るような目だな。当然か。恨まれたって文句は言えねえ。だがよ、それでもたとえお前に憎まれても裏切り者扱いされようと。だからよ、だから行くぜ。俺、お前は俺の。け、腕の一本でも切り落とされりゃ目が覚めるだろう、あのバカも。そううまくいくかな。ガッツの剣は常に生死の境で鍛え上げた、いわば修羅の剣。やはりグリフィスの表情にいつもの余裕がない。二人の力は拮抗している。みんなどうしたんだ？切り合いだぞ、止めなきゃ。二人の問題だ。俺たちが口を挟むことじゃない。忘れちまったのか？
剣で取られたら剣で取り返せ。それが傭兵の俺たちの鉄則だろう。だけど、だけど変わったな、こいつも。以前のキャスカなら仲間が傷つくことがあっても意に介しはしなかった。それが自分の命に関わろうとグリフィスの意志ならばためらいはしなかったろう。こいつ気づいているのか、自分が変わり始めていることに。ジャナ、クリフス、ガッツ、大丈夫。道端で石ころにつまずいたようなものさ。つまらない小さなことだよな。お前の行きたいところはもっと遥か遠いんだろう。だから大丈夫、立てるよ。そして歩き出すさ、すぐに。こんなことが知れたら大変な騒ぎになりますわ。すみません、このような非礼、やはり許されることではありませんね。すぐに。お会いしたかった。グリフィス様がご出立されてから私ずっと怖くて、戦場から悪い知らせが届くのではないかと毎日そればかり、どれだけご無事をお祈りしたこと
仰ぎくださったのですわ。ごめんなさい、安心してたら涙が。恐ろしいことも悲しいことも皆火に暮れてしまえばいい。なんだろうね、グリフィス、急にこんなところに招集かけてさ。軍事教練だろ、抜き打ちの。でも何の装備もいらないって。じゃあ野掛けでもやろうってんだろ。そりゃチューダーに勝ってこの方はまともに戦はしてねえが、だからってこんな日にやらんでもな。昨日もとうとう帰ってこなかったし、やっぱりショックだったのかな、グリフィス。バカ、グリフィスがあんなことで落ち込むような玉かよ。それにしても遅いな、グリフィス。敵襲！政略結婚は乱世の常。しかしシャルロット姫には少しも婚礼の噂がない。な、何を抱きたいのですか、シャルロット様を。いえ、あなたが抱いてほしいのでは。黙れ！Thank you.
おめえ、これだけ責められて声一つ立てねえなんて。おら感動しただ。ん？おお、なんだこれ。おもしれ、おらにくれろ。ああ、もったいね。落としちまった。旧国の英雄は重罪人と名を変え、白い鷹は地へと落ちた。忘れていた。傍らに剣がないとどうにも不安で落ち着かないこの感覚。もしかして俺はまた二度と手に入らないかけがえのないものを自分から捨てちまおうとしてるんじゃないのか。そもそもグリフィスのあの言葉を聞いて思いついたこと、これで自分の意志で歩き出したと言えるのか。さっき、やはり歯車は回り始めたか。もがく者よ、心をするがよい。ゾッドか。いや違う。しかしこれは奇妙な現実離れじゃ。この感覚はこれより一年の後、食の時、貴様と貴様の友ら、今は見えざる肉なき肉の者ども、そしてその王たらん貴様の半身が彼の地に集う時、貴様の上に人の身では決してあがないきれぬ狂気の豪雨、死の嵐が吹き荒れるであろう。だが心するのだ、もがく者よ。貴様はムクロより出でて、泥の中で死より始まりし者。誰よりも死に近く、それゆえ死より逃れる術に長けている。もがき、挑み、あがく、それこそが死と対峙する者の唯一の剣。夢夢忘れぬことだ。何者だてめえ。なぜ俺のことを。絶望の淵で折れた剣を手に立ち上がる者のみが、あるいは。待て、消えた。幻か。ドクロの騎士。